はい、始まったかな。一緒。あ、米で一緒。あ、牧場。目かゆ。よし。やっていこうかな。ダービースタリオン。してないっすよ。あくびしてないっすよ。よし、やりもーす。デモンズ掃除よりも美しいフェアさん。こんばんは。デモンズソウルは別にそんな美しくないけどね。黒巻き習得した。でもたまに背景になるんだけど、見て。ほら、消える。隠れ身の術を使える。ほら。はっ。さらばだ。画質のことよ。画質のことかい。私の可愛さのことじゃないんかい。どうこれ、よくない？黒巻き。プラネッタさん来てくれてありがとう。パスカルパパさん来てくれてありがとう。これ、すごいでしょ、これ。一瞬にして。だから、鼻くそ食べるときとか、鼻くそ食べるときとかは、こうやって、隠れ身の術を使って、で、鼻くそ食べればいいね。完璧っすね。で、めっちゃ馬が多いんす。多いんだよ。そう、本題に入るけど、めっちゃ馬が多い。食べるな、わら。食べんな。食べんな、まず。まず食べるな。まず食べるな。フェア太郎だけ、え、この子ちょっと首にした。フェア太郎だけ見に行きました。挨拶だけでは、ユッピーいらっしゃい、来てくれやって、ありがとう。では、行くな。行かないでよ、ユッピー。デモンズソウルの画質よりも美しい。あ、デモンズ画質良かった。一応すごいね、データが重くなっちゃうんだけど、一応ちょっといつもよりか画質よくエンコードしたつもりつもり。でもあんまりそんなね、私なんて別に素敵なプレイングできるわけじゃないから、まあ高画質じゃなくてもいいかなとかね、思いつつも、すごいプレイングできる人はね、高画質な方がいいと思うんだけど。あ、レンドルさん、こんばんは。クロマキーを習得したよ。ほら、背景、背景、背景。生活感のある後ろキッチンみたいにならずに住んでる。あ、モフモフリチャード、シンバ戦。と、さっき聞いた。たまに多分、背景に紛れると思う、私。多分、背景、意図せず背景に紛れてしまうと思う。モフモフリチャード大丈夫？これ仕上がってるの？めっちゃゲートしてる。めっちゃゲートしてる。モフモフリチャード、新馬戦出るよ。あー、2M マイスターって何？ 2M マイスター強そう。相変わらずマスクは呼吸が苦しいわ。苦しいわマスク。
全書買ったんだけどさ、東京競馬3レース、どこに置いたの？そんなさ、こんなちっちゃいものだったらどこに置いたか分かんなくなるの分かるけどさ、こんぐらいあるよね。まあまあ目の前にあるんだけど、これこうやって見せると多分私背景になるんだよね。7番モフモフリチャード譲りません。その後はこれうまく見えない。これしたらうまく見えてるかな。3番キルロード、続きまして4番ローすぐ手元にすぐ見れるようにね。前書のあのページ見ろって言われたらすぐ見れるように書いてます。大きいんだけどね。そう、大きいよ。結構大きいと思う。さあ逃げてるけども、後が詰まって、モフモフリチャード見心の子だよ。まあ分ババのうち悪いから逃げてたの結構辛かったかもしれないね。あー、まあ2着には残れて、はい、しょうがないね、しょうがない。あー、入れ込んでてこの結果だったんだ。入れ込んどるパスはしてました。入れ込んでなければデビューを勝利で飾れたかもしれない。モフモフパフパフをダート、あれモフパフダート走る、いつも言ってる。もう馬が見分けつかんくなってきてる。え、ダート走る？あ、性格きついきつい性格きつい3回言われとる。字幕が横に出るかここに出るの。え、こっち？あれ、こっち？こっちかこっちに出るフェア太郎が実況解説してるみたい。モフパフダート走るかわからんのだけど、まあいっか、走らせてみよっか。どうかな、どうかな。6頭少な、6頭しかいない。どうかな、少な。龍が如くもやりたいんだけど、龍がほら美人だったでしょアシュロさん来てくれてありがとう。3歳以上3勝クラス、ダート 1800m、 コンディションは良。私はあのね、言っとくけど美人じゃないよ本当にあのお顔はアンパンマンのようにほっぺが丸まん丸だし。あ、刺した。モフパフ、モフパフダート動くね。あらららららら、差し替えされていく。何今顔出しがトレンドなの。まあまあこれも今日のまあ、夜の飲み会、ピペシャンとの飲み会配信でも言うかなとは思うんだけど、まあ、ピペシャンが顔出して頑張ってますから、ついに結構顔出しとかしたがらなかったあの子がねやってますから、なんか私も出さないのもなと思って謙遜じゃなくて本当にね、美人じゃない。本見つからないから本の内容説明してる動画みんなあ、リキアさんこんばんは、来てくれてありがとう。本当に美人じゃない、美人じゃないけど愛嬌のある顔はしてるねって言われる美人とか綺麗ではないけど愛嬌のあるお顔だねみたいな。頭痛いんだよね。頭痛いの？大丈夫？イブあるよイブ今斜め後ろにイブあるから、イブ飲もうか？私が代わりにイブ飲もうか？あー、わかるわ、わかるでしょ。なんか美人とか綺麗系じゃないんだよ私は、残念ながら。ホットケーキは芝ダート両方いける子だから、ダート家に痛み止めない
じゃあ飲んでください。あ、でもダメだ、このあと11時くらいからピペシャンと飲み会配信をするから、お酒と痛み止めは良くない。いろんな意味で綺麗系ではないね。おい、おい、下品って意味か。おい、下品って意味か、それ。それは下品、私が下品ということかしら。プロキオンステックス重症ですね。 G3 サンライズノバイル、サンライズノバよく聞くよね。あー、風呂入らないから。確かに、でも昨日の夜入りました。言っとくけど昨日の夜入ったから自慢できない。自慢できない。はあ、あ、この配信、今日の配信ガスト頼んでるからガスト来るまでね。ダート 1400m、 コンディションは良。どんな顔。スタートしました。出遅れは外、ワンダーリール。結構私顔芸得意なんでね、リア友からは結構顔芸に定評あるんで。あー、ダメだ。前が壁。そろそろお風呂、お風呂大丈夫。頭痛いのにお風呂入って大丈夫。うわ、なんだ、変な動き、変な動きしてるね。あらららら、あららら、ら、変な動き。下あげく、結局ビリケッツですか。うん、ホットケーキ。まあもう重賞勝てないなら、ここまで馬が多いと本当に困るので、もう重賞勝てないなら、G3 が勝てないなら切るとかでもいいのかな。フィリピントロフィー。ソガウジがおるじゃろ。ソガシがおるじゃろ。ソガシ。モフリちゃん1800。え、1800、まあいっか。ホットケーキマンはオープンになると勝ってないのか。切りたい。はっ。うん、めっちゃライン来た。誰誰キロ。くしゃみ助かる。いただきました、くしゃみ助かる。え、誰キロ。デウスエクスマキナもでもまだ 2勝。なかなか誰もクビにできない。クビにしたいけどなかなか誰もクビにできない。マスクしてるとさ、スマホ開かないのつらいよね。あ、ピペシャンから LINE 来た。ちょっと待って、返させて。ピペさんに LINE 返させて。めっちゃかわいい。おどおどしてるフェアシが見たい。おどおどするゲームしないと。なんか別に、だって旅下でおどおどすることないよね。今山菜にかも。北サンブラックに差し勝ったの、かっけー。3冠は取れなかった。かっけー。モフモフリチャード。あー、これを見るように外側9番トゥアレグ、そのうち6番ボールドスパルタン。これからバックアッペさんが今日の配信のサムネ作って
こどれがいいってあめっちゃいいこのサムネ。いや今日は飲むぞ、今日は久々に飲むぞ。あ、三冠で出すなよ、自分のさ牧場の馬の三冠かかってるレースに自分の牧場の馬を出すな。いや友達できて嬉しい、本当に嬉しい。しかも飲みリモート飲み会ができるんだよ、もう最高だよ。ああ負けてるけど、喜んでたら負けたわ。まあ本日の11時ぜひ皆さんお酒片手にお越しくださいませ。あ5着以内に入ってた、よかったよかった。見心の声以外全部、いやでもな、あフィリピントーフィー、これは全部20丸。あっちはどう思ってるか知らんが、やめてあげてよ、やめてあげてよ、そんな辛いこと言うの。フェアタにそんな辛いこと言うのやめてあげてよ、かわいそうじゃん。中京競馬、うん、それは今日の飲み会配信を見てちょっとみんなに判断してもらおう。あのブリンさんこんばんは、来てくれてありがとう。ポンと花を奪いに行きまして、すっと前に持ち出したけれども、最後伸びるのかしら。でもすごい20丸ついてたからね、全部20丸だったから印すごいついてたから、これはぶっちぎりますね。押し切ってゴールイン。このコードどうにかならんかな、こうしたら、うん、よし。イヤホンのコードか。勝ったー。ものパチパチ。パチ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 。勝った勝った。あっちいな。一番人気でした。単勝200円2倍ついた一番人気でした。1.1 倍とかになりたい。時計も立派で、時計も立派で、いやまだ私さ、なんか 600m 何秒で通過みたいなのの、そんなに速い遅いがまだ分かんない。 1000m はさなんか1分くらいかなーみたいな思ってるんだけど、 600m が分かんないから、ちょっとそこの時計分かるようになってきたよね。あと調教の時計もあんまりわかんないので、ちょっと時計でもうちょっと馬券買えるようになりたい。まあレース中のね通過タイムはもう馬券買う時にもうあーって感じだけど、あーハイペースだーとか、あースローペースだーってなるだけだけど、 600m 35秒くらい、あそこがまあ大体の目安で、それよりも早ければハイペースだなーとか。なるほどなるほど、35秒。600m は、あ 600m は35秒くらい、名付け親一番初めに嬉しい、馬刺しにされたけど、馬刺し、もうリスナーさんを馬主さんにしておいて、もう馬刺しにしていくっていうね。なんならリスナー自体を馬刺しにしよう。いや、馬刺しじゃないんだよな。人刺しなんだよな。人刺しか。何を言ってるのかな。うちの馬が出るよ。あ、今日指輪すんの忘れた。脂身多いからワイ派ダメだぞ。いやそう、私さ最近牛肉の脂身多いのがちょっとダメになってきたんですけど、スーパーで売ってる高い牛肉の脂身がダメになってきたんだけど、フェアタンも脂身多いよ。
もう年かな。年かな。スタートしました。刺しにしてみた。ちょっと馬刺しって意味ではないです。あ、でも普通に逃げてもババのうち荒れてないから良かったかもしれない。なんかロスが多いかな。結構横に横になってるね。1コーナーをカーブし終えて2コーナー、結構横に広がった一段になっちゃったからかなり外回されたかもしれない。さてどう、差しにしたから溜めた、足溜めてますよかなり。こっから届かんでしょ、届かんでしょ、大した末足じゃない。末足は切れない。逃げでしか勝てない。あ、落鉄のせいかな。うん、楽鉄ではない気もしますけどね。あ、稲荷に来ヤホン。稲荷に来ちょっと今日遅くない？来るの。いつも配信始めたら一番に来てくれるって言ってたじゃない。どうして今日は遅いの？他の女の配信にでも行ってたの？この女の配信に行ってたんでしょ。なんでフェアタン以外の配信に、フェアタンの配信に来てくれない。あー勝ちそう。あ、フェアシの動画見てた。あ、それはどうも申し訳ございませんでした。それはどうもせめて申し訳ございませんでした。濡れ衣をかけて申し訳ございませんでした。あー抜かされました。申し訳ございませんでした。磯のルーブルって何？磯のルーブルね。ちょっと、磯のルーブル調べとくわ。ルーブル、メモ。磯のルーブル。よし。こうやってこう、リスナーさんに言われた馬を、いつも YouTube で検索して、動画を見るっていうのがもう、最近日課だよね。あ、競馬のね、勉強と。馬娘に向けて勉強っていう、まあ、2つ兼ねてますからかなり勉強になるわ。はあ、維持費が高い。あ、蘇我の馬子の娘が入級するよ、ショロさん。伊藤太郎、あ、伊藤太郎、こんなやつ、こいつら別にいらん。伊藤太郎の子は特にいらんのだけど、 UHB 賞北海道かな、札幌だよね。はい、ルメールさん、モフパフをさせぼ、騎手選びます、川田優雅さんにお願いします。めちゃ太っ、極太。スタート合わせいっぱい。モフマグ多分、モフマグですらちゃんといない。モフモフマグナム。放牧明けでちょっと太いので。あ、入球させんの忘れた。やばし。やばし。ふんふんふん。印はぼちぼち。よし。小倉競馬9レース。3歳以上3勝クラス。芝1200。オープンじゃないやつ全部引退させようかな。オープンじゃなくて、御心の子じゃないやつ。いや、それはでもちょっとな、それはちょっと、いやー悩ましいですよ。なんかな、あ、逃げ馬がバグに沈んで刺してモフパフ、よし、モフパフこれでオープンかな。3勝クラス勝って、いいね、
いいね、一番人気。お前それでも4倍台。やりますね。やりますね。やりますね。ホットケーキマン走りますよ。走らせますよ。やりますね。走らせますね。やらせますね。トゥルトゥ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 ルル。札幌競馬11レース。オープン UHB 賞。いいな札幌。コンディションは良。札幌帰りたい。帰るっていうか遊びに行きたい札幌に、すすきのに。でも今コロナだからどこもすすきのも閉まってんのかな。私の LINE のさ友達にやっぱり結構夜食やってたから夜の世界の人もああ多いんだけど、ああ多いんだけど、なんか私の LINE のタイムラインに来月キャバクラオープンしますっていうのが流れてきて、この時期にキャバクラオープンするの勇者すぎない？ちょっと勇者すぎん？このコロナ禍でキャバクラオープンって勇者すぎん？北海道は緊急事態宣言じゃないけどさ、それにしてもちょっとこの状況でキャバクラオープン勇者すぎてびっくりした。まあ女の子もね、夜食の女の子たちも結構職失ってる子も多いから、そういうのの雇用を守る上ではかなり大事だと思うんだけどね。勇者だな、さすがに勇者、さすがに勇者。モフマグ、モフマグは大事だよ。でもモフリちゃんも大事。ホットケーキかな、ホットケーキと、あーこの子ちゃんと調教つけなきゃ。プールばっかり。え？プール？え、なんでこんなプールばっかりしてんだろう。こんばんは、お邪魔します。あ、こんばんは。あ、水谷さん、こんばんは。来てくれてありがとう。いや、どのお馬さんを切るか悩みに悩んでおりまして、まあここだよね多分。バトルホッパーとホットケーキマン。足腰鍛えるため、足腰鍛えるために。あープール。でもこれのプール調教ってさ、なんか疲れさせずに体重落とすだけだった気がする。バトルホッパー、期待できる子も、でももうそろそろだよね。円やで円やで引退させてもって。いやー、まあちょっともう全部切ったらすっきりするよ。本当にギスギス牧場のオーナーは本当に怖い。バトルホッパー一着取ってる、地味に勝ってるからねこの辺ね。ホットケーキマンがちょっと危ない、この人危ない。割とこの、まあまあまあ、でもよし頑張れ。いやー、なんかおでこが熱い。この何ふーんってしたらここから息が出るじゃない。私の蒸気を帯びた息がここに出るじゃない。ここに、あ、ここに溜まるのよ蒸気が。マイクラ、うん、マイクラの村人の真似します。うん、おおおスタートしました。お少しばらつきました。お
手を取るでしょうか。うん、外からうん、うん、うん、マイクラの村人おった。今マイクラの村人おった。モクモクリチャード食い下がるギルマン。先頭モクモクリチャード、モクモクリチャード粘っている。先頭はモクモクリチャード。残り200を切りました。モフリちゃん、いいね。モフリちゃん、オモババの鬼ですか？モクモクリチャード押し切ってゴール。オモババの鬼。雨の中きっと泥んこになって勝ったんでしょう。パチ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 、頑張ったね。これは拍手。あ、パチパチ頑張ったね。でセックスマキナ圧倒的だろうな、この一番人気20丸の数は。でセックスマキナ行ってみよう。はあ、いや熱い、おでこが、おでこが熱い、おでこ。リチャードって誰？どこぞの王子？王子、あ、王子から取った名前だったのこれ。モフリちゃって。3歳以上3勝クラス。芝1400m。コンディションは良。スタートしました。さあ前出た。ここで戦闘が変わった。いいね。いいね。いいよ、そのまま。そのまま、そのまま。いけるいけるいける。頑張れ頑張れ頑張れ。これ勝たないと殺される。殺しはしないけど食べはする。あ、さっきか、さっきからさあのフェさん、ピロさん、ヤンコアさんのグループラインがやりますね。ここでコメグループラインでコメントしてんじゃねえキャバクラ来たさ本気のため、いや本気のため息ついちゃった。あ、期待できる子走らせるって、適当にリチャードが思いついただけだけど、後からリチャード王子って言ったなって思う。何ネット部屋って、何そのネット部屋って、何くさー。あ、種付けプレスにキチッス来てくれてありがとう。動画でコメントして、私のアップしたデモンズソウル動画でコメントして。へえ。戻ってきました。戻ってきました。おかえり。おかえりおかえり。あ、放牧行ってきます。リチャード放牧、王子様放牧行きました。札幌記念に出走予定。ちょっと重いかしら。ちょっとたるんだかしら、放牧行って。もう5歳だから。もう5歳だからちょっときついかもしんない。あ、鼻がかゆい、鼻がかゆい。期待できることもふもふマグナム両方とも御心シーザリオさんの子供だね。これは期待。はありがとう。もうはでも嬉しい。はでも嬉しい。え、マキナ、やっぱマキナかな。3歳以上2勝クラス、芝 2000m、 コンディションは良。ガスト自体届くんですか？ガスト、ガスト、さっき出前館で出前た頼んだガスト、お店は届かない。どんな大富豪だよ。あー、さっきガスト買ったからよ。あ、あの店買ったから。薄い本の効果ねえな薄い本、割と熱いよこれ、割と熱い。あ、モフマグ、おお、先頭でゴールイン。これが背景と同化してしまう、同化してまうわ。モフマグいいね、やっぱり見心の子だわ、やっぱり。これこっち向きの方がいいのかな。
あ、あといいねをしたら幸せになるってて書いててやりますね。あ、そう、いいねのコメントをちゃんとね、考えた。あ、入れコンドルパスワードでもかかったんだ。すごいすごい、強い子ですよ。期待できる子。まあ逃げ。寝室から引き戸できるネットカフェイメージした部屋にて。なんかいいなそれ。ネカフェイメージの部屋いいな。なんか秘密基地感あっていいね、その狭いお部屋。その暑さの凌辱本かよ、カバン変えるね。そう、この暑さの凌辱本、しかも結構大きいっていう。この厚みと大きさの凌辱ものだよ。なんかすごい外行ったな、うちの子。なんか外すごい行ったな。わずかに先頭か。ここで先頭が変わった。わずかに先頭は大丈夫かな。あらあらららら、らダメだ。切る切る。この子は女の子だから、フィエルマンいるし、レコードだし、レコードタイムだし。この子は女の子だから繁殖牝馬にできるので、繁殖牝馬にあげよう。み心の子だからね。マキナここ勝とう。マキナここ勝とう。ここ勝たないと。デュースエクスマキナここ勝たないと、首で。で、期待できる子は交尾予備軍、交尾予備軍にします。ありがとう、今まで。総賞金2億2600万。ありがとう。繁殖品場入れて。ありがとう。なので眠くなったらすぐ寝室。家建てるとき、どうしてもそういう部屋欲しくなる。あ、自分の家なの？すごいね。一軒家。めっちゃいいね。ちょっと待って、こいつらの、こいつら入居させんの忘れてた、思いっきり。なんか太く見える。なんかすごい太く見える、この子。くしゃみ助かる。くしゃみ助かる、いただきました。気のせい、なんか。くしゃみ助かる。気のせいか、色のせい、太く見えんの。なんか一回りでっかくないこの子。くしゃみた、くしゃみ助かる。なんか太く見える。私の方が太いわ。モニターから部屋のミストシャワー飛んできた。プシャーってマイクに入って、それがみんなのモニターのプシャーって。臭っ。腹でかくて臭っ。どっち、このちょ、ワンチャン払うのバカらしくなって、月々家賃とほぼ同額のローンだから家建て。あ、そうなんだ。まあ確かにそうだね、月々の家賃とほぼ同額だったら確かに訴訟。でかいだけでは、でかいだけかな。ちょっとでかでかい子、ラインビジョンかっこいいな。そうだよね、女の子は多少プニってた方がいいよね。フィアタンもプニプニだもん。このでかい馬を、はい、名前募集中です。名前募集中です。女の子です。でかい女の子です。
隠れ身の術、隠れ身の術。エルヒガンテ。エルヒガンテ。なんそれ。由来は？これ面白い。メスキン。メスキン。メスキン。ミルクシャワー。ミルクシャワー。なんかライスシャワーっぽい。ヘアさんも顔出し。吉村さんこんにちは。どうもこんにちは吉村さん。ツイッターで見たけどめちゃくちゃ可愛いやん。プニプニってツイッターで見たけどめちゃくちゃ可愛い。プニプニ？メスキング。メスキング。ブライダルフラワー。ブライダルフラワー。うわーいい名前。メスキン、メスキングにしようかな。メスキング竜が如くのメスキング、メスキングにしよう。メスキングちょプラネッタさんのメスキンに具を足してメスキングにしよう。メスキング、メスキング、メスキング、メスキング。あーこれだ。あー、何消したっけ。何、あーなんか自撮り。うんうんうん、何でも牝馬の扱いが得意にしよう。ほらビシバシ、うわ540キロあるもん。540キロあるもんこの子。おっきい。確かにメスキングいいじゃん。メスキング、虫キングだよ。虫キングのメス版だよ。虫キングのメス版いいじゃん。ふたなりちょっと薄い本分厚くするのやめて。稲妻ステックス、デウスエクスマキナが、これが引退がかかったレースね。ペーン。はい、大きいね、大きい。なんかいやでもキロを見る前にグラフィックだけで大きいのが分かったのか。虫で思い出した、レンジで弁当温めてたんだわ。待って、パスカルパパさんのお弁当は虫なの？虫のお弁当なの？てかガスト来ないな。今さ配信して何分くらい？なんかずいぶんこっちに持たれたね。あー悲しい。あ、ディープって結構小さめなんだ。コンパクトにまとまってるんだね。へえ、結構コンパクト。一番人気に支持されましたが期待に応えることができない。しゃしゃしゃ、次世代食として虫の調理とか、そう昆虫食って結構研究されて注目されてるけど、ちょっとまあでもあの生きてる姿を連想できる姿ではなかったら食べれると思う。あ、ライスシャワーも小さいんだ。小さいといえば今現役馬のメロディーレーンちゃんだよね。なんか飼ってたよねこの前重賞ね。何飼ってたって、メロディーレーンちゃんなんか飼ってた気がするんだけど、気のせい？タランチュラーメン、頭が、あータランチュラーメン、タランチュラーメン。あ、じゃあデウスエクスマキナさん、今までありがとうございました。
いい人生を送ってね。いい罵声、いい余生を送ってね。モフパフは G3 オープンになった途端 G3 挑戦、重賞挑戦ですか。どうかな、ちょっと重たい気するけど、ちょっと重たいから減らそうかな。あ、疲れちゃったあらあら、でも多分いきなり G3 は無理だと思うけど。あー、よく見てなかったけど、めっちゃ20枚ついてる。ここに2歳でオープンになれない馬は切ってしまえ。だからそれさ、晩成の子かわいそうでしょ。ね、ギスギス牧場の晩成の子はさ、どうしてんの。あれ、今気づいたけど、右下の遅いな、遅いな、新潟競馬10レース遅いな。ちょっと右下に気持ちがいくのが遅くない。私の主張が足りない。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、6番クイーンガード。さ、ちょっと取り乱しましたわ。モフパフ頑張れ頑張れ、急いで急いで急いで、刺される、刺される、ああ、刺されてる、多分もう刺されてる、ああ、もう捉えられてる、ああ、ああ、パッ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 、ああ、差し返せ、差し返せない、差し返せない、ああ、5着に残れない主張すると点滅しててくそほんとだ、面白い。実はワイプより目立つから目線が結構フェアシに向くそう、何、結構フェアシに向く目線が。ゲーム内の競馬アナウンサーの助手が助手っぽく座っとこうかな。こら言われた、笑こんにちは、実況のフェア太郎です。スタートの差だった。あ、そうなんだ。アウトブリード挟まないとダメなんだ。そっかそっか。誰かに似てますよね。誰かに似てますよねって、それ誰だ。それは誰なんだ。親戚？元カノ？誰に、あのジバニャに似てるって言われます。アイコンとサイズ合わせないといけないですね。あ、アイコン右下のアイコン、右下のアイコンの元かな。で、そうで出ない。ジバニャンは言われる。この右、この辺かな、画面で言うとこの辺かな。私アイコン出ないよね、設定した気すんだけど、できてないのかな。ジバニャン、ジバニャンじゃない、ジバニャン、ジバクレイのジバニャンね。妖怪ウォッチのジバクレイのジバニャンです。私1週目のコメント忘れずに、1週目のコメント忘れずに、え、え、あ、そうだ、見に行かないと。ゲームの小塚アナのアイコンとってことです。ああ、なるほどね、こっちの、あ、こっちか、こっちのアナウンサーのアイコンと大きさ合わせたら完璧じゃん。出てる、ドスコイ出てる。うん、いや、ドスコイ邪魔くさいかなって思ったけど。お風呂入ってきます。お風呂入ってきます。あ、いってらっしゃいませ。じゃあ覗きに行きますね。私はそのお湯をすすりに行きます。吉村さんの入ったお風呂のお湯をすすりに行きます。めっちゃ出るじゃん。オータム、オータム、オータム、オータムフェストかな。ムーンライト、もしもしポリスメン、もしもしポリ、もしもしポリスメン。ウマ娘だと、あの受話器がここまで行くやつ。上がったらお湯抜かなきゃ、上がったらお湯抜かなきゃ、
あ、その瓶に詰めて私の家まで送ってください。お願いします。配信で飲む。これ吉村さんのお湯。あ、美味しい。阪神競馬9レース。もしもし、ポリスメ。通報だけはしないで。本当にニコニコで2回配信停止になってるから。ギリギリでやってるの私。あ、そうなの。あ、そうなの。シンデレラグレイの大間さんたちも追加されてんだ。あ、嬉しい。読んどこ。見とこ見とこ。あー。モフマグにはちょっと長かったか。あ、阪神だから坂を登って失速したのか。距離が長すぎたか。坂を登る力がなかったのかな。半路長期。中出しナックルズって何それ。何企画、何の企画ものそれ。さて、 G3 重賞に2頭出し。目白家が5人になっていっぱいいるよね。あ、ティアさんどうもどうも。お久しい、お久しい、お久しいね。おまわりさん、捨てうまいたな、ダブル。逃げるおまわりさん。逃げる逃げるおまわりさん。それなんかおまわりさんが犯罪者じゃん、それ。おまわりさんなんかやっちまってんじゃん。きれいな放送を重かったかな。芝 1600m、コンディションは良い。え、風呂上がりの残りの瓶売ったら用意してたの。そうなの？風呂上がりの残りの瓶売ったら秒で完売したの？え、そうなの？お久しね。刺されてるな私。え、吉村さんの残り湯買おうかな。あ、させそう。なんか捉えれそう。あ、でもダメかな。いいとこまで行きましたけどね。いいとこまで行きましたけどね。あー、ホットケーキマンはちょっといいとこ、うん、フェアシの風呂炊きに行きますよ。それじゃあお風呂入んなきゃいけないじゃん。お尻、お尻持ち上がっていきます。粘る粘る、持ちちょっと届かず、間違えた、粘った、お尻お尻、ほんとお尻。フェアって顔出しの需要あったのか。ちょっと届かず。フェアって顔出しの需要あったのか。もう私が出そうと思ったわけじゃないんだけど。ちょ、友達と一緒にね。58kg、筋量重すぎたんご。重すぎたんご。実際美人やで。実際は美人ではない。実際美人ではない。アンパンマンだから。需要はあるかは知らんか。需要はない。需要もない。美人でもないし需要もない。顔だけくれ。ほっとけ、顔だけくれ。え、お腹空いてるの？僕のお顔を食べ。ほっとケーキはもういいかな。ホットケーキはもう、うん、でまたなんかもう一回勝てそうな。賞金、ああ、なるほどなるほど。なんかダート出そうかな。短めのダート、ホットケーキ。そこでちょっと切るかどうか。あ、あった。でも無理かな。ここまでには仕上がらない。さっきから厩舎の馬につつかれてる。馬につつかれてんの。仕上がる？ジャスタウェイって送ってかな。ジャスタウェイ、ジャスタウェイ、ホットケーキマン、ジャスタウェイの子だけど、どうなんじゃろう。ずぶい。三角木馬って名前で馬よろしく。それ入るのかな？それオッケーなのかな？それいけんのかな？さあ、ホットケーキマンが出るよ。
機種誰？ボバでズブいのきついかもな。ああそうなんだ、ボバでズブいのきついんだ。女の子ならズブくてもいけんの？へえー。もしくはトロイの木馬。トロイの木馬。ウイルス。誰かが美人って言えば十分美人だよ。美人かどうかは本人が決めることじゃないから。パスカルパパさん哲学だな。誰かが美人って言えば十分、本人が決めることじゃないんだって。じゃあブスって言えばそいつはブスだな。ホットケーキなのにあばらが浮き出そう。女なら子供はずぶくなりにくいから。あ、そうなんだ。ジャパンワールドカップの動画かな。ジャパンワールドカップ、ジャパンカップかな。ジャパンワールドカップサッカーかな。ネロ粘っている。先頭はネロ。ネロ。ホットケーキマン。外から追い上げる。あれこれ勝っちゃうんじゃない？あれ勝っちゃうんじゃないこれ？あれ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 ？勝っ、あ勝っちゃわないね。あ勝っちゃわないわ。ドリームバレンチの。あ勝っちゃわない。ドリームバレンチのまとめてかわした。勝っちゃわない。勝っちゃうかなってちょっと期待したけど勝っちゃわないね。1200でこれか。ちょっと厳しいんじゃないかしら。淡い期待抱いてしまった。砕かれるやつ、馬の名前にそう。淡い期待。マスクってすごいよね。マスクってすごいよね。マスクしたら美人に見えるもんね。マスクってすごい。美人、美人ではないな。タヌキ顔って言われるタヌキ。お父さんにタヌキ顔ってフェアパパに、フェアパパにタヌキ顔って言われた。いつから飲み会？競馬ゲームの動画。あそうなの？へえ。何時から飲み会？11時くらいかな。10時半に集合して、うん、集合っていうかディスコ入って、そっから多分ウェブカメラ載せて、あの飲み会、リモート飲み会配信なんてしたことないから、なんか配信の設定なんやかんやしてたら多分11時くらいからの配信になるかな。もし設定が早く終わったらもうちょい早いかもしれないけど。タヌキプレイって何？ポンポコプレイ？サッカーの話させたら止まらないよ俺。サッカー好きなの。私スポーツが何もわかんない、何もわかんないからさ。まあそうこう喋りながらしれっと引退させましたけど、福永雄一さんじゃなくてルメール、ルメール。あメスキング。大きい。メスキング大きい。ちょっと大丈夫これ。こんな大きいけど。あ、コメント見に行こう。ちょっとうるさい面を見せています。エアハ、夜のスポーツなら負けんやろ。夜のスポーツなら負けんよ。もういや、もう衰えてきたけどね。もう衰えてきたよ夜のスポーツも。うん、しばらくやってないからね夜のスポーツね。もう衰えたよ。そんな時間にお酒飲めるところあるの？いや、あ、家で缶チューハイ買ってきたから。家でリモート飲み会配信だよ。缶チューハイ買ってきたは嘘です、申し訳ございません。缶チューハイをネットスーパーで買いました。買ってきたって言ったらなんか出かけたみたいに聞こえるけど、私は引きこもりなのでネットスーパーで買ってきました。ネットスーパーで買い届けていただきました。パパ活詐欺。詐欺じゃないもん。詐欺だな私。詐欺だよな。お酒飲める金あるの？お金なら困ってない。レシステンシアいる。レシステンシアいる。嬉しい。なんか写真撮ろう。負けたことよりレシステンシアと一緒に走れたことが嬉しい。テンションわからん。テンションわからん。レシステンシアっていうね、今4歳、現役かな、今4歳のかわいい
かわいい子が。強い、まあまあ強いお馬さんが。まあまあ強い、まあ強いよな、でもレシステンシア。若い子、今現役の若い子で強い子なんだよね。かわいい子だよ。かわいい。レシステンシアちゃんはかわいい。レシステンシアちゃんかわいい。そうか。そうか。舌が強い。舌が強いかわかんない、レシステンシア。日本酒じゃなくて物足りなくないの？大丈夫？大丈夫、日本酒もあるよ。あ、サイレンス鈴鹿さんわ、サイレンス鈴鹿さんだ、鈴鹿さんだ来てくれてありがとうございます。わー、すげえ、鈴鹿さんだ大逃げだ、すごいコメントありがとう。阪神ジュベナイルフィリーズっていう2歳 G1 取ってる。そうだよね、そっか。阪神ジュベナイルがレシステンシアで、デアリングタクト、桜花賞はデアリングタクトとどっち人気してたんだっけ。あるよ、紹興酒じゃなくて大丈夫。紹興酒あんま好きじゃないな。毎日王冠なんてきました。すごい歴史的レース製造機毎日王冠大逃げの毎日王冠での大逃げしたサイレンス鈴鹿様。8番バトルホッパー好位につけています。桜花賞2着マイルカップと G1 2着だった。そうですね。11番続きまして夜の格下、あ違うな、そのうち3番ダークシャドウ。夜の格下ってなんだよ夜の格下ってなんだよ。シルポートだ。サイレンス鈴鹿のさ、あのレース沈黙の日曜日を見ると悲しいですね。悲しい気分になります。大宅ヘリオスだって毎日王冠。あ、そうなんだ、大宅ヘリオス、パリピの大宅ヘリオス。チーンチーン。科目だからののてれ、あれテレだから。ウマ娘の鈴鹿さんも寡黙なのかな。昼も夜も隠したどうも、昼も夜も隠したフェア太郎です。悲しい、負けた。メスキング3着入ったけど昼も夜も隠したフェア太郎ですって。草だよ、雑草だよ。もう戻ってきたぞ。インフロ、みんなお風呂入るじゃん。なんでそんなみんなお風呂入るの。そんなお風呂入って楽しい。いつもよりキレがない。私のトークのキレがないということですか。 YouTube ではあまり下ネタを話さないようにしているのでキレはないと思います。キレる末足もないです。弥生賞にゲートくぐって会話して怪我させ、え、そうなの？え、痛そう。魚だから。多分緊張してるんだよ。そうだよ、多分。あ、もう2回してた。緊張はしてない。今日は緊張しちゃうな。ペシャンと飲み配信。飲み会配信緊張しちゃうな。お風呂は誰にも邪魔されずに YouTube。が見れるしか。奥さんに邪魔されちゃうの、リビングで見てたら。友達と飲み会、まあ、そうだよね、友達と飲み会と考えれば別に緊張しないの。気に食わなかったの気に食わ、やっぱりお馬さんもさ、この機種は好きとか嫌いとかあるの。あ、そうなの。岡部騎手に乗ってほしくなかったから痛みが増す。つら。相手はどう思ってるか知らんがって、ほんと悲しい。飲み配信します、今日の11時頃に。もふりちゃん頑張れ。
ダートメスキングダートまあどっちでもいいけど一生日何本用意した3本日本酒は3本あるよ瓶タケポヨも良かったけど川内博士が一番好きだったははへぇへぇ川内川内川内だっけそういう読み方寝てたらすまん起きて起きて逃げ逃げ睡眠が愛人睡眠が愛人恋人妻はボトラー配信期待まあ日本酒の瓶開けたらそこにおしっこできるね。この機種しか載せないとか引退後会いに行ったらへえ真っ先に駆け寄ってくる京都競馬3勝いいねーあれだよね、ゴールドシップがゴールドシップがあのなんか誰だっけ名前を忘れちゃったんだけど友達ゴールドシップの厩務員さんだ調教師さんわかんないなんか白髪のおじいちゃんもう亡くなっちゃった人その人が牧場に引退後行ったらめちゃゴールシーが駆け寄ってくる動画見てめっちゃ可愛かったあーって駆け寄ってきてたゴールシー誰だっけ事前におしっこボトルに入れとくの誰がいい馬娘の3期はオルフェーブルを出してオルフェーブルにしてほしい鮮やかだと思うなオルフェーブルとかだったらすごい面白いと思うんだけどな手足のウサギも痛いか俺にかけうちのウサギはうちのウサギは何か戦ってたのかそうそうそういたよねゴルシーの横に立ってたおじちゃんだよね白髪のあの人が牧場行って呼んだらゴルシーがーって寄ってくるのよかったすごくゴルシーの動画って結構多いよね人気者なんだねそれだけ2歳一生クラスモフモフリチャード逃げてください作戦指示は逃げでじゃあレース行ってみましょうなんだかさっきから負けている気がするそして今日は G1 を一回も勝ってないこの前も昨日も勝ってないけどゴルシー愛されてますゴルシー愛されてるよね本当にゴルシーちゃん愛されてる東京競馬3レース入らないならかトイレでも手洗わないの手洗うよトイレで手洗うよスタートしましたお手手洗うよちゃんとモフモフリチャード突っ込んでくるモフモフリチャードわずかに先頭モフリチャ頑張れだとダメかなモフリチャ頑張れモフリチャモグモグ兄ちゃんモグモグ兄ちゃんモグモグ兄ちゃん頑張れモグモグ兄ちゃん頑張れ吹かないだけでしょ吹かないだけで吹けよなんて体洗わないにゃなんで体手は洗わないとさあ初期にいたのえそうなのディープもいたの5番人気の2着ならよろしいでしょうえガスト来ないニーちゃんモフモフなのよゴルシって小馬で強いイメージあるけど二冠馬だからねあ、そうなんだ二冠馬なんだ結構強いんだねゴルシ何時くらいに頼んだの何時くらいねね7時20分やばくない？おかしくない？
こんな来ないの。7時20分だよ。宝塚記念2巻、あと有馬記念と天皇賞春を買ってる。あ、すごい。あ、結構買ってる。結構買ってる。メスキング見ると、虫キング思い出す。虫キングのメス版だよ。クレーム案件だね。遅すぎるね、クレーム案件だね。そう、出前館で頼んであるの。うん、ガストが来ない。何が来ないの。何じゃなくて、デリバリーヘルス、男版デリバリーヘルスを頼んでるわけではないです。住所ないから届かないんじゃないのホームレスまさかのホームレス。皐月賞と菊花賞で2冠か。あー、ダービーはそうか、買ってない。玄関前に放置されてるとか。玄関前にひどくないそれ。ピンポン押してから放置しろよ、せめて。そんなことある。どうしたんだよ。ガスト出勤なのにか。ガストを頼んだんだよ。ウーバーイーツはよくやるよ。え、ウーバーイーツそんなことするの。ウーバーイーツってなんかあんまり私あんまり信用してない。どうなん、ウーバーイーツってどうなん。なんかトラブルとかもネット見てたら多そうじゃん。だからあんまり信用してない。バトルホッパーとモフウリちゃんが出るよ。なんか買ってないな。住所もあは、そういうのなんかかわいいよね。かわいい、そういうのかわいい。バトルホッパー頑張れ。ホッパー頑張れ。5レース2歳1勝クラス芝 2000m コンディションはお腹すいた。スタートしました。お腹すいた。出遅れは外、パルマーノ。まず出遅れだって。パルマーノ知らんけど、誰か知らんけど。外から上がるのはストライクショット。届く確率は五分五分。え、五分五分なの。そんなのに金払いたくないんですけど。あんな高い金は。あんなのモフリちゃん頑張れ。モフリちゃん粘れ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 ねえ粘れねえ。オモババダメかな。おもばばばばばべべばば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 ばおもばばダメなのか、 2000m がダメなのか。あ、いいや。あーあー、バトルホッパーだよー。20丸ついてるよー。いっぱい20丸ついてるよー。あの感じでバンドギャルドいる。バンドギャルドさ、あれバンドギャルドが飛んだんだっけ、この前。あれ飛んでない。東京新聞杯出てたよね、バンドギャルド。あの感じじゃダメ。え、出前運んでるやつが出前の品食べ。え、ピンポン鳴った。ピンポン鳴った。金ないって釣らないね。東京競馬11レース、ビステッドオーロカップ芝 1400m コンディションは重。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。大外から押して14番イエローマリンバ、2番手7番バトルホッパー、3番パドトロは好位をキープ、13番バンドギャルド3コーナーに差し掛かろうとしています。内押さえて1番バスカビル、1馬身相手11番レッドアルビス、5番ハートオブクイーン、その外9番鈴鹿コーズウェイ、続きまして10番サイタスリーレッド。 600m の通過タイムは35秒9。内押さえて2番ベネト、外を押さえて6番ゴールドアグ。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線勝負。後続各馬の動きはどうか。先頭イエローマリンバ、4
400を切って先頭イエローマリンバ、その後タドトロワ、バトルコッター勢いよく追い上げる。先頭はバトルコッター 200m を通過した。バトルコッター粘っている。バトルコッターさらに差を広げにかかる。逃げる逃げる。バトルコッター、バトルコッター、バトルコッター、押し切ってゴール。勝ったのは7番バトルコッター。バトルコッターオールカップ制覇です。2着タドトロワ、3着は接戦となりました。よしやー、ただいま。あれあれ放送主違反事件あれなんかみんな盛り上がってるんだけど、あれあじゃん、コメントが追えないおかただいま、おかえり。あれえ、なになに、勝ったよ、勝ったの勝ったのコメントで、いないと勝つね、いらないじゃん私。え、あ、勝ってるはよ飯食え、はよ飯食え、食べるわ。めっちゃ謝られた、すいません、本当にすいませんって、遅くなって本当にすいませんって、めちゃくちゃ。え、なんか映った、私いない間に。嘘、寿司、ガストのね、ガスト、これ映らんか、ガストのね、匂いだな、ビーフシチューとね、あ、ビーフじゃない、チーズインハンバーグとね、ピザ、マヨコーンピザ頼んだ。勝ってる、すごいいらんじゃん私、放置プレイだったじゃん、放置プレイの方が勝つじゃん。チーズインハンバーグ好きだね、チーズインハンバーグガチ勢だから私、もうチーズインハンバーグガチ勢なんで、すいません。じゃあご飯食べます。あ、そうなんだ、マンハッタンカフェは晩成、待って、マンハッタンカフェは晩成、メモメモ、マンハッタンカフェは晩成、ってネタできたかなって、ごめんね、稲荷にき稲荷が入ってないやんって稲荷にき稲荷入ってないやん、ガチ勢、チーズイン、違う、ガストのチーズインハンバーグガチ勢だから大丈夫。はぁ、あー、あー、じゃあご飯食べよう、ご飯食べよう、もうご飯置いてあるから、実食配信実食、あの、くちゃくちゃ音が入っちゃう、知ってる上でボケただけだよし、じゃあご飯食べますね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとう、レンドルさん来てくれてありがとう、あー、お疲れ様でした、あ、お疲れたんほいさ、咀嚼音配信になっちゃう、みんな来てくれてありがとう、はい、水谷さんありがとう、パスカルパパさんもありがとう、お疲れ様でした、ありがとう、ありがとう、おつたろう、ではまた今夜おつんぽミルク11時に、おつさんいないにき、おつさんありがとう、おつんぽミルクしたっけね、プラネタさんありがとうな、おつおつ、お疲れ様でした、お疲れウィーク、スペシャルウィークお疲れ様、お疲れ様でした、コミュ抜けようかな、コミュ抜けんなバイバイ、ぶっさコミュ抜けますねみたいなやめろ、あゆぴもバイバイ、お疲れ、ぶっさコミュ抜けます。